ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。貴様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしよって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき血だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐にとる哀れた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。館へ急げ。ひな、仕
死角を捕らえるぞ。急げ。あたりを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテン。ぬぬけばかりか。捕まったよ。うん、させたすぎて。すげえたくさんバケモン。血が止まらない。ラブ深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために頑なに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたをヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。
ほどの馬はいない。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読める。酒井様、雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。お手伝いできることは？さあどうぞ。酒井様、お達者でいらっしゃる。助かった。風が過ぎてどうか。ご分何かご入り用でしょうか。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。お譲りできるのはこれだけです。さあどうぞ。お役に立ててください。あなたのご武運を願ってます。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。
貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様である。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。見てみよう。俺はここだ。さあ、侍の技で。矢に気をつけろ。矢が飛んできた方向に行け。矢が来る。よし。死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。政子殿。奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。
安則はあまり飢えてないよな。なんで？あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためなら盗みも殺しも問わない。志村様は生きてる。賭けようか。死んでるなら猛虎は志村様の亡骸を馬に食いつけ見せしめに死ぬ。弓の修繕をいたしましょうか。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。助けられなかった。あの女子は私の手を握る。ない。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。足立様が受けた仕打ちは人ができることじゃない。
お戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。迷子の牛だ。ばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。ここに顛末を教えてやろう。これからはこう語るがよい。
かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。手荒だが、心配だ。志村様は殺されないよ。どうしてわかるの？かけがえのないお方だから、駆け引きに使うことができる。志村様が拒むこともあるだろ。侍様なんだよ。だったら嬉しいね。あのお方は猛虎に屈したりしなかった。しなかったら何をされるか分かったもんじゃないよ。反乱を起こした一族も資格の出来損ないも浪人も倒してきた。きっと今回も平気さ。黄金寺はまだ襲われていないらしい。